ナードルは、スティーブンもファットが制作し、マット・ルーカスが演じた、イギリスの長寿 SF ドラマ、ドクター、フーの架空の登場人物、ピーター・カパルディが演じる、異星人のタイムトラベラーである12代目ドクターのコンパニオンである。2015年クリスマススペシャル、リバー・ソングの夫で、初登場を果たし、帰ってきたドクター・ミステリオで再登場するまでの間に、ドクターのコンパニオンとなった。 ナードルは常に人間に見えるにもかかわらず、サイバネティックインプラントの備わった54世紀の異星人であり、惑星メンドラックスデロラのヒューマノイドの入植地に所属する。新シリーズで1シーズン前編にわたって登場した異星人のコンパニオンとしては初めてであり、過去30年以上にわたっても唯一である。大半のコンパニオンと違い、ナードルがドクターとの旅を望むことは滅多になく、 大半のエピソードでは地球で安全を確保することを選んでいる。しかし、ドクターの冒険に巻き込まれることもあり、多くの場合は彼の意思に反している。ナードルは2015年のクリスマススペシャル、リバーソングの夫で、ドクターの妻リバーソングの部下として登場した。エピソードの過程で、ナードルは首を落とされ、頭部は最終的にサイボーグのボディの一部となった。 2016年クリスマススペシャル帰ってきたドクターミステリオでナードルは再登場した。今回はリバーと別れたドクターのコンパニオンとなり、ドクターはナードルの元々の肉体を再構築することに成功した。ただしナードルが現在サイボーグであるか純粋な有機体な肉体を持つかは定かではない。上記二本のクリスマススペシャルに続くシリーズ中ではナードルは ドクターのアシスタントとして続投された。シリーズの第一話、約束では、ナードルは、ドクターと共に、ブリストルの大学を拠点とし、大学地下の金庫の防衛をドクターに誓わせていた。ドクターが新しい旅のコンパニオンとして、ビル・ポッツを引き受けることを、ナードルは危惧し、その予感は的中することとなる。ナードルはついに、宇宙での死に方で、ビルやドクターとの冒険に巻き込まれる。 それに続く一連の3エピソード、迫る終焉、滅亡を呼ぶピラミッド、嘘という支配では、リバーソングが死ぬ前に残した指示に従って、ドクターを補佐するためにやってきたことが明かされた。ドクターを止めておくことが、リバーの最後の頼みに見合うことであると考え、ドクターを蹴る権利がある、唯一の人間であると自負した。ドクターの友人かつ大敵であるミッシーを1年保護、すると、 ドクターが宣言した後、ナードルは正式にドクターの仲間に加わった。童話でナードルは異星人ゆえに、過労うて致死的なバクテリアの感染から逃れ、地球を征服した異星人文句に対抗してビルとドクターを補佐し、地球人類に自由意志を取り戻させることに成功した。シリーズのフィナーレである残酷な宇宙の時間、散りゆくドクターでは、ナードルは ドクター・ドクターとビル、ミッシーと共にマスターの陰謀に巻き込まれる。惑星モンダスの船でマスターが生み出したサイバーマンの軍団から逃れるため、ナードルは小型宇宙船を操縦してモンダス船の上海へ全員を避難させる。これ以上の避難ができないと考えたドクターの指示で、ナードルはサイバーマンに対抗し得る兵器を製作し、船で暮らす。 民間人をサイバーマンの脅威から守る役目を買って出た。2017年クリスマススペシャル、戦場と二人のドクターでは、ナードルが死亡した際の記憶から作られた彼のアバターが登場し、12代目ドクターが再生する前に彼と抱擁を交わした。ポール・コーネルによる童話の小説版では、ドクターが去って間もなく、サイバーマンが脅威ではなくなり、 ナードルが複数の妻や子供たちに囲まれて長く生きたことが明かされた。2015年11月、マット・ルーカスがナードルという名のゲストキャラクターとしてリバーソングの夫たちに出演することが明かされた。2016年6月14日には2016年クリスマススペシャル帰ってきたドクター・ミステリオにナードルが再登場することが確実となり、 シリーズ10のフィナーレまでドクターのコンパニオンとして続投された。マット・ルーカスがナードル役を再び演じることを望んだため、スティーブン・モファットはルーカスをレギュラーとして再登場させる機会を使った。ありがとうございます。